187.6kg WMC 世界ヘビー級王者マーティン・ホールム。赤コーナー 211cm 141.3kg 南アフリカキックボクシングスーパーヘビー級チャンピオンヤン・ザ・ジャイアントノルキア。この試合は3分3ラウンド3ノックダウン制延長なしで行われます。フジテレビスポーツ局局長矢吹忠彦様より勝利したトロフィーが贈られます。